今回は2006年3月21日に行われた第2回日本橋ストリートフェスタの模様をご覧ください。まだ第2回ということで、後の混沌とした会場の雰囲気があまりありません。どちらかといえば、人は集まったがこの催しをどう見ればいいのかとちょっと迷ってしまうところがありました。コスプレ大会というほど路上、境筋でコスプレを披露しておられる方は多くなく、強いて言えばパレードメインかなと感じるほどでした。この感想はもちろん境筋の路上だけを捉えてのことです。だらだらと開始時間が来て、何をやっているのかなとうろついていると、境筋の中央を開けてパレードが始まり、それが過ぎ去っていき、あとは路上のあちらこちらでのコスプレを見る、映すという行事でした。コスプレをされている方の周りを囲んで一斉にカメラ、ビデオカメラで映すというスタイルでした。携帯電話のカメラ機能で映されている方も多かったですね。あとメイド喫茶の店員さんがこんなに多いのかと思うほどで、コスプレなのか喫茶店の宣伝なのかわからなかったぐらいでした。それではあまりコメントはつけていませんので、雰囲気だけを時間軸を追ってご覧ください。なお時刻は時分で示しています。